そうね。彼らは目的のためなら何でもやるわ。七神、魔神、悪竜、これらに関する古き者どもですら彼らは平気で標的にする。それにしてもよりにもよってアビス教団を狙うだなんて。あら、旅人じゃない。あれ、なんでカウンは嵐姉さんのところにいるんだ。何か頼みたい依頼でもあるのか。こんにちは。今、宝刀団について話し合っていたんです。そうなの。見境のない宝刀団といえども、アビスに関わってはいけないことくらい分かってるはずなのに、あれは邪悪すぎるもの。ですが近頃、モンドとリーユエ一帯にいる宝刀団の南と北を代表する二人の頭が手を組み、何やら大きな計画を練っているようなんです。宝刀団、南と北を代表する二人の頭？人呼んで南の長子と北の会長よ。ああ、会長はオイラも覚えてるぞ。確かモンドでアンバーと一緒に戦ったよな。でも南の長子って誰だ？そう、リーユエ一帯の宝刀団をまとめる人物よ。団員からは姉貴と呼ばれているわ。彼女の盗賊としての際はまさに盗みの神の恩恵を受けていると信じる人もいるほどでね。だから神の長子とも呼ばれてるそうよ。まあただの噂だけど。とにかく宝刀団が過去に誰にも発掘されていない遺跡を発見したことと、その遺跡がアビス教団によって厳重に守られていることは事実です。とても危険なため、
普通は手を引くのですが、砲塔団は宝を手に入れることしか考えておらず、下っ端をおとりにアビス教団の戦力を分散し、精鋭を一人送り込んで宝を盗むといった計画を立てているようなのです。しかもその計画のためにわざわざフォンティーヌから姉貴と会長がとある大砲塔家を招いたらしいわ。大砲塔家？なんだかすごそうな肩書きだな。ええ、この筋では伝説の人物よ。砲塔団にとっての大砲塔家は冒険者たちにとっての大冒険者と同じくらい尊敬される立場にあるの。あら、モンドであの人に会ったことがあるの？そう、大砲塔家は彼と同じくらい尊敬される人物なの。だから南と北の砲塔団をまとめる二人の頭の力をもってしても彼を計画に招き入れるのは容易じゃなかったらしいわ。今のリーユエは大きな変革を迎えている最中にあります。ですから総務士も戦艦軍も砲塔団の処理をする余裕がありません。しかし私の直感ではアビスと関わる者には未知なる脅威が潜んでいます。ですのでこうして冒険者協会へと依頼をしていたのです。ああ、その依頼オイラたちが引き受けるぞ。本当ですか？ありがとうございます。やっぱり頼りになるわね。それじゃ気をつけていってらっしゃい。依頼の細かな部分は協会に任せておいて。用意はとっくにできてるぜ。はい、お望みのままに。しません。静止。
跡があるぞ。やっぱりこの遺跡に来たみたいだな。もっと奥へ進んでみよう。カウの情報が合ってるといいんだけど。この辺りは見張りが少ないな。どうやら奴らはアビス教団の戦力を分散させることに成功したみたいだ。おとなしくしやがれ。きれいにしませんと。えいやっ、勝ち負けはまだわからないよ。やっ、くらえ。やっと、はっ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 、はあ。こいつはどうだ。姿勢、何かにお祈りしてるみたいだけど。
ビスの費用何人たりとも除いてはならぬ。ここに足を踏み入れたからには相応の代価を支払ってもらうぞ。裁きは使徒が下す。アビス使徒？ダイン、ダインスレイブのことか。なるほど、ただのネズミかと思ったが、まさかあのしつこいのと関係していたとはな。やつはお前たちを死なせたくてここに送ったのか。やつの抵抗などすでに意味をなさない。やつの起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど不可能。なんて力だ、こんなの見たことないぞ。気をつけろ、油断するなよ。よっ、おとなしくしやがれ。えい、アビスの潮なり、行くぞ。後世終焉の神明。失礼しました。おとなしくしやがる。この力どこかで、うん、そうか、お前はあのお方のだとすれば、ここに長居するべきではないか。再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ダインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが、まさか遺跡の中でアビスの使徒に会ったか。なんでわかったんだ。俺はアビスの使徒を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが、逆さの心臓、手中のアビスエネルギー、いや、そんなものは俺も見たことがない。だがあらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。その後、遺
石の出口で突然現れたアビスの使徒に道を阻まれて、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。俺についてこい。行こう。ダインが手伝ってくれるなら謎が一気に解けるかもしれないぞ。魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか。いや、奴らはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのはアビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかしあの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出さなかったんだ？もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えればアビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。Yeah!
こいつはどうだ。任せてください。騎士の風格に気をつけます。やっ、えっ、これで間に合います。うっ、炭になるがいい。おとなしくしやがる。仕上がる。やっ、はあ、これじゃないか。おとなしく仕上がる。すまんすね。これが海山を滅ぼした力だ。はあ、せい。ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か。この世に偶然などない。すべては遥か古に撒かれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって、奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーンルイヤっていう国は
500年前に滅びてるんだぞ。ふん。人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように、俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーン・ルイヤとはどんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん。この世界に来た時、隕石の中から妹に呼び覚まされたのか。どうやら妹さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の妹はカーン・ルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすと言い、一緒にテイワットを去ろうと、そう言ったのだな。カーン・ルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前の妹さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか。貴様が目覚めた時、カーン・ルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーン・ルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど、それって妹さんを探すためにカーン・ルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーン・ルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。カーン・ルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーン・ルイヤは神を持たない国。神は死んでも去ってもない。ただ最初からカーン・ルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーン・ルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな歴史の本にも載ってないぞ。ふん、このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。
守衛とアビスの魔術師がいるぞ。さっき遺跡守衛は全部カーンルイヤから来たって言ってたよな。それってカーンルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことか？いや、遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーンルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。幸運鬼とはあくまでもコードネーム。当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない、鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運鬼が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーンルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな。うん。カーンルイヤが滅亡した今、主を失った幸運鬼は制御不能になった。長い時をさまよい、このテイワット大陸に点在している。他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただただ彷徨っている。なんかかわいそうだ。おう、お前はよくやってるとオイラは思うぞ。これ以上深く話しても貴様たちには何の意味もない。何はともあれ今の奴らは脅威だ。すべて片付けた方がいいだろう。これお前って。
スの魔術師の体から出てきたこの呪符、もしかして何かのメッセージか？ふん、この気配、アビスの使徒と関係しているようだな。アビスの魔術師から出てきたということは、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されているのだろう。でもこの文字全然読めないぞ。カンルイヤの文字なのか？敵の信仰を巻きとし、崇高なる姫様に栄光の火を灯さん。それがメッセージの内容か？運命の食器、原初の計画。どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだ。そしてその鍵となるのが運命の食器。まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をしているようだ。運命の食器？運命を折る機械ってことか？確かに、あの不気味な遺跡、見るからにその計画と関係がありそうだな。ダイン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが、狂気に満ちた計画であることは確かだ。どういうことだ？一言で言えば、計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している。渦の魔人、あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。アビス教団が流祭でやったことも、結果を見れば貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになる。この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。標的がどんどん大きくなってるぞ。アビスは今回もトワリンの時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのか？いや、このメッセージによれば、今回の計画はさらに進んだものだ。精神の改造に限らず、幸運機を製造する技術によりオセルの肉体を改造しようとしている。そんなことできるのか？まさかアビス教団のやつら、究極殺人兵器機械魔人イカを作ろうとしてるのか？今となってはカーンルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。だがアビス教団がカーンルイヤの失われた文明を追い求め、その意志と執念だけで動いていることは確かだ。どうやら汚れた逆さ心臓をもとにオセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてある。そして最古の幸運機の目は心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ。最古の幸運機の目？おいらわかったぞ。アビスの魔術師がずっと探してたのはそれだな。そうだ。話がどんどん複雑になってきたな。でもやっぱりあの不気味な七天神像と関係があったってことだな。ああ、メッセージによればその目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。この計画、スケールが大きすぎてわけがわからないぞ。でも最古の幸運機がどこにあるのか誰もわからないんだよな。だったらまずは心臓から調査してみるのはどうだ？
いつも場所を転々としてるから、セピロス教会に聞いた方が早いだろうな。何かわかるかもしれない。大聖堂か。ダイン、どうかしたのか。気にするな、先を急ごう。